今回の動画では30度、45度、60度の三角比についてやっていきます。前の画面にあるように90度の直角三角形でここが30度の時サ sin30 度という風に言いますが、この sin30 度というのは1対2対ルート3の三角形だから、sin30 度は r 分の y だったね。 2分の1 cos30° は r 分の x だから2分のルート3。そして t30° は x 分の y なのでルート3分の1というふうに表すことができます。 よく中学校の数学でこんな形があったら有理化しようという形で3分のルート3みたいな感じで有理化したことがあるかもしれないけど三角比の世界では比なので有理化する必要はありません。だから回答はルート3分の1で正解なんだね。しっかりと覚えておいてください。では次です。次は45度の三角比。45度の時は1対1対 ルート2でしたね。だから、sin45 度は、r 分の y で、ルート2分の1。c o s ン4 5度の時も、ルート2分の1だよね。そして、t a n ェント4 5度は、1分の1で、1ですよ、っていうことがわかるわけです。これが、 サイン45度、コサイン45度、タンジェント45度の値ですね。では、60度の時はどうなるでしょう ?60 度の時は、下が1で、斜辺が2、高さがルート3になるので、サイン60度と言われたら、2分のルート3、斜辺分の y だね。コサイン60度と言われたら、2分の1、斜辺分の底辺。 2分の1。そして、タンジェンと60度は、って言われたら、x 分の y ですから、1分のルート3。ルート3という風うになるわけです。こんな風に、sin30 度とか、sin45 度、サイン6 0度というような、30、45度、60度っていうのは、具体的な値で求めることができるので、これもしっかりと覚えるようにしましょう。 もし忘れてしまったら、さっきのように、直角三角形を書いて、ここの角度のことを θ というふうにして求めていけばいいからね。ただこれはパッと言われてすぐできるようになりましょう。sinθ、sin30 度って言われたら2分の1。cos30 度と言われたら2分のルート3。t a n g e n θ はと言われたらルート3分の1。 サイン45度はルート二分の1、ルート二分の1、一だったね。サイン60度は2分のルート3。コサイン60度は2分の1。単純と60度はルート3だよっていうことがわかるわけです。こんな風に暗記してね、パッと答えれるのもいいけれども、慣れるまではこういう風に書いて、まあ、ここ30度だったら、 1>, 1対2対ルート3だからっていう風に考えて、サイン、コサイン、タンゼントを出しても構いません。いずれにせよ30度、45度、60度の三角比っていうのはめちゃくちゃよく出てくるから、今のうちから何回も使ってるうちに、まあ、ちいち書かなくても覚えれるようになると思うよ。でも、一回は何とか暗記しようと思って覚えてみるのもいいかもしれませんね。